山本太郎ってて優優秀秀だだと思いいまますかまた優秀なり教えてくださいあでも令和であの障害者の方2人を国会議員にしたのは僕はめちゃめちゃ面白かったのでそういう意味で僕令和は結構評価してるんですよねあの山本太郎さんの反ワクチンである部分とか相変わらず頭が悪いなと思うんですけどただその,あの予想外なことが起こった方が僕は面白いし社会にとって良いことだと思うんですよでなぜならっていうんですけどあの要は 真っ当な政治家に投票し続けた結果日本ってあのずっと停滞してるわけですよ。他の先進国っていうのはずっと経済成長してるんですけど、日本はずっと給料が増えないと。でもその間、あの皆さん、国民もまっとうなので、まっとうな政治家に投票しちゃったんですよ。で、まっとうな政治家に投票してる限り、多分この停滞は治らないんですよ。であの、おかしなことをやる人にかけると、うまくいくか、もっと悪くなるかのどっちかなんですよ。でも、今まで通りの政治家に頼むと、停滞っていうのは確定してるんですよ。で、 あの株価って上がる時ももかるんですけど下がる時ももかるんですよなので社会が壊れ始めると社会が壊れた方が実は経済がうまく回ったり仕事が増えるっていうのも発生するんですよなのでその、まあ、その今までの政治家全としてない人がやることによってめちゃめちゃいいことになる場合もあるしめちゃめちゃ悪いことになるかもしれないけどその結果いろいろなものが壊れて既得権益がなくなって結果として良くなるっていうパターンもあるんですよね なので、あの、僕はその、まあ、あの、その山本太郎さんが優秀だからそういうのができるかどうかとか、あえて言わないですけど、ただ、今までの政治家と違うことをやるということ自体には意味があると思ってるので、そういう意味では評価してください。ただ、あの、反ワクチンなんでどうかなと思ってますけど、はい。